こんばんは、えー、だちゃんです。えー、こちら。これね、えー、何かと言いますと、こちら、パワーディレクター。これね、いつも私がやってる、あの、編集の、えー、ソフトでございます。アンドロイドのね。で、いつも、あの、今これ撮影している、エクスペリア、XZ1 でやってるんですけれども、えー、こちらのキュアタブ タブレットでもあのパワーディレクターがねインストールできたのでこちらでねまあ、どんな風に編集しているかっていうのを、ねえー、これから何回かに分けてあのー、実際にこの指を使ってあのー、やっていこうと思うんです。なぜかというとあの私がパワーディレクターを覚えた時にま大、あ、体いい基本操作パソコンでまあ編集してたんで基本操作分かってる方はねこちらあのー まあ YouTube で画面がこれまんまでてこのパソコンのこのアイコンっていうのをこう矢印があるでしょうこういうのがまあ結局画面上にこう進んでもわかるとは思うんですよやってることがでも実際指を使ってどこを触ってどこを触ってっていう操作のね仕方わからない人多いんじゃないかと思うんですね私ぐらいの年の人はまあここをタップしてねスクロールしてとか あのこ,ここを、まあ、スライドしとって分かんない人多いでしょだからまあこれ指を使って実際どういう手の動きをしてどういう風にやってるかっていうのをねちょっとやっていこうと思うんですねはいそれでまず一番大事な、えー、じゃあ簡単に動画を作ってみようっていうことなんですけどももう時たまちょっと私が映りますけどえっとねまずこれアプリをインストールすることからですね これ iPhone の人はできないんですけど、Android 端末。それとまあタブレットを持ってる人ですね。こういうふうに持ってる人ですね。これで、まずパワーディレクターをどっから取るのかっていうとこから始めます。で、ここに、えっ、ー、とね、ちょっといろいろ出てきちゃう。<laughs> 食欲をさまるとせか。えっ、ー、と、パワーディレクター。パワーディレクターアプリで。アプリ。 パワーディレクターアプリで。そうすると、えっとね、あの2019っていうのがあるね。これ、まあうちが入れてるやつなんだけど、この、パワーディレクタービデオ編集。こちら、タップしてもらうと、あの、いつもアプリを開くっていう画面ね。もうインストールごめんなさい。入っちゃってるので、こういう状態になってますけど、開くって言ってインストールして開くと、もうこういう状態で、あの、出てきます。 で、チュートリアルって言って、あの、はじめ動画の説明とかも出てくるんだけど、あの、これね、こういう、まあ、感じで出てくるんですね。で、どうしたらいいかなじゃあ、え、今日ね、もう、いきなり音楽を撮って、あの、動画を作るっていうとこまで、あの、やっちゃおうかなと思います。えっとね、まず、 これを編集をするんだけど、私作る前に、いつも編集の前に音楽を決めるんですよ。もちろん動画も撮ってくるんですけど、動画はまあ2分ぐらいにまとめたいっていうことで、まず1回戻ってもらって、これインストールした後、まだ、まあ、戻りますよね。真っさらな状態で。で、ここで、えっと、フリー BGM。私はね、アーマーチャーの、アーマーチャーの音楽工房。 これを開きますそうするとこういう風に出てくる。でいろんなのがあるんだけど大体まあ自分があのどういう感じのニュアンスで撮りたいか。明るいコミカルおしゃれほのぼのとかいろいろあるけど、えー、今日の動画はねコミカルにしようかなコミカル。これを押して。 スクロールってこう送ることねスクロールそうするとこうやって音楽が出てくるんでまず聞いてみますここの視聴 <music> とか <music> こんなんとか出てきて、まあ、2分ぐらいに、えー、と収めたいっていうとどう1分56秒 これがいいかな。はい。じゃあ、この音楽にしましょう。で、これが欲しいなと思ったら、しばらく、しばらく聞いて、はい、こちらのね、ダウンロードを押してみます。そうするとダウンロードしています。はい。 はい、これでダウンロード完了ですねじゃ戻りましょうそうするとパワーディレクターに一回戻ってもらってパワーディレクターを出します、はい、で、えー、と新規プロジェクトで必ず16対9っていうのを選んでくださいね はい、そうするとまあこういうふうに入ってるんですけれども動画取り込みっていうのを押すともう撮影できる状態になってるので、はい、ここのビデオマークを押せば録画が始まりますで終わった時はこれを消していただいて、まあ、好きな動画を撮るでしょでもううちの場合は撮ってあるのでそれがどこに入ってるかっていうとこの中では今えー、っとねこちらの ビデオマーク、画像マーク、音楽マークっていうのがあるから、まず、画像、画像じゃない、ごめん。あの、ビデオマーク。そうすると、えー、っとね、どこだったかなうん。これだ。さっきこのクムシの動画を、えー、撮ったので、えー、っと、こっちですかね、一番最新。これ。ここにプラスと、こういう三角の再生マークがついてるんだけど、 この再生マークを押すとこうやって入ってるの、ね、でこれ戻ってもらって矢印で,でここのプラスマークを押すとほらピコンってもう入ってっちゃってるんですねこの中に動画が、はい、でこれでこの三角のマークを押すとこれもチュートリアルこれ読みながらやってもいいですけどこれ読んでも分かんない人はもうね 私の動画を見ながらここに、ね、気にしないでここ電気の光が当たってるだけなんでこんな風に始まりますでここ止めるボタンこれ始まるボタンはいでこれをグーっと持ってくるとまた前に戻るからねじゃあここにね今度音楽を入れたい音楽を入れたいって時はこちらの 音符マークと、このひし文字みたいなひし文字マーク、あと FX って書いてあるんですけど、ここの音符のマークとフィルムのマークだね。よく見ると。それを押していただきます。そうすると、さっきの画面に戻るから、動画、画像、音符マーク。この音符マークを押します。そうするとね、さっき撮ったアマチュアの音楽工房の曲が、 ダウンロードってとこに入っています。ダウンロードしたっていうから、ここに入ってんだよね。ここを押します。そうすると、1分56秒。ここの一番上だね。うんと、ウキウキラララ MP3 ってあります。これね、聞いてみたいとき、ここ押すと。再生マーク。ね。はい、これだって言ったら、もうこれをプラス。 そうするとガーって、ここにぴょこーんって入っていきます。ここすれば止まります。はい、これでね、大体動画としては垂れ流しだったらこれでもうあと送るだけで完成ですけどね。こうやって見ると、 声が入ってたり音が大きいかなっていう時があってここで、まあ、外の,あのテレビの音とか入っちゃったっていう時はここをこうやって押せるようになってますのでここをポッと押しますそうするとここに鉛筆のマークが出てくるから鉛筆マークを押すのねそうすると「何をしたいですか?」って出てくるから音量とか速度切り抜きこれはまたあの順序を折ってねあのやっていきますけど まずこの音消していきたい。そうするとこの音符のマークこれを押していただいてちょっとこれを使いますね今ペンね。そうするとここのオーディオミキシングっていうのがあるからこれが自由にこういう風に動くんですよ。まず200%だと元の音楽再生するよ。 このね、声が入っちゃってんだよね。で、これは邪魔なので、もう一回。これ何回も押すと、ここ画面左変わりますから。こっちね、鉛筆とカッターとゴミ箱。このマーク。これをし押して、音量押すと、これをもうぐーっと絞っちゃいます。全部消しちゃうんですね。で、OK。そうすると今度、 声は入ってません音楽だけ。はい、えー、こういう感じでね。で、大きく見たいとき、本当に YouTube に出したときのように見たいときは、ここを押してください。で、戻って、はい、再生。 こういういに上がってこれ矢印マークで必ず戻るで終了がどれぐらい、えー、と動画が撮った時間が、まあ、大体2分5秒ぐらいで音楽がここの1分50秒ぐらいで終わるんだよねこの後がじーっとこうおとなしいのでまあここをこんなにいらないわカットの仕方はまたあの細かくはやりますけれども やりますけれども、まあ、うんと、ここでまあ、いらないやって時は、ここまで持ってきて、ここで終わるように、今押した、この丸いとこね、こう押すと自由に伸びるから、ここで終わろうと思ったら、押して、ここまで持ってくる。そうすると、音と同時に終わる。 これで終わるようになります。で、えっ、ー、と、今回はもうこれで上げられるんだけど、そのうちどん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 、あの、いっぱい再生されるように、あの、する編集の仕方をやっていきます。今日はもう流れとしては、まず、パワーディレクターを、あの、インストールして、アマチャの音楽工房、音楽をダウンロードして、撮影をして、音楽を貼り付けて、 ただ、もう、流す。はい、これだけの動作で YouTube 上げられますよ。はい、じゃあね、この後、じゃあアップロードどうすんの撮ったか、うちのかわいいペット撮ったけど、アップロードどうすんのって時、ここ、一番上、再生のマークと、これはね、戻るってマークなんだよね。これまた 次、あのー、説明します。で、この歯車マーク。これも言いません。一番上、押すと、プロジェクトの保存。これはね、保存すれば、じゃ次まだ編集途中だから次やろうって時に役立ちます。で、動画出力。あげたい人はもう動画出力。それで、えー、ここ、YouTube で共有。で、ここで、えー、っと、フル HD、HD、SD。 これね、無料版の人はね、あの、ここまでなんですけど、だいたい HD ってやつ。これで、ね、次へ。はい。で、広告が出るんで、ここはバッテンで閉じてください。はい。そうすると、こう、出てきてね、えっ、ー、と、OK を押します。そうすると、今。これは、えっ、ー、と、なんて言えばいいかな、書き込みまず、 YouTube に送るためにここで1回書き込みをしてるんですね。1個の作品として仕上げてそれを今度転送という形でアップロードっていうのが始まるので今これまずこの中で書き込みっていうのをやってますね1個の作品としてこちらをね今まとめてる最中ですねこれが100%になると YouTube に行くようになるので えっと、これで完了。はい。完了っていう文字が出ました。その後、今度は YouTube へ。はい。はい。そうすると、ここでもまあ試してみれるけど、まあこれでいいや。ね。最終的にいいやと思ったら、ここら辺、もう私は、 適当に。あ。あ。で、ここら辺はもう一般公開。これはね、非公開。えー、後でね、直すときに、非公開っていうふうに。あ、で、ここの住所とかが、あのー、はい、えっ、ー、とね、ここのね、下に場所って住所とかが出ちゃうときがあるので、それだけ、えっ、ー、とね、ここの位置送信、位置送信マークを、あのー、 消しとくと、あのー、住所が記載されないので、これだ。これはオフにしといてください。オフにしないと、自分家の近所のね、詳細が載ってしまう。まあいいよって人は載せればいいんですけど、 そのまんま、えー、と今度こちらの飛行機マークこれを押しますはいそうするとアップロードがこうやって始まりますね56秒54秒59秒57秒 <laughs> こういうふうにねで再生できますでこれを 今非公開なんで、まあ、こういうふうに上がってるのねこれも YouTube 上がりなんですけどこれを戻るこれまずここの歯車マークこれで動画そうすると今これが出てきてで今度はこの鉛筆マーク ここね「我が家のハムスター」とかって入れて説明欄に「かわいい我が家のハムスター」くむくむしです。 とか入れるじゃないですか。その後に、えっ、ー、と、ここは、えー、公開ですね。公開。で、タグっていうのは、ここに、ハムスターとか、かわいいとか、キンクマ。これ入れればヒットするんじゃないかなっていうキーワードを入れて、で、そのまんま、 保存って押すともうアップロード、あの皆さんに公開が始まります。で、このままもう YouTube 開くと、こちらが始まります。はい。で、まあ私の場合ね、今非公、ちょっと非公開にしときますけど、これ公開しちゃうんで。で、あの収益はまあ発生してないとは思うのでね、こっからだよね。で、これでもうこのまんま、もうこれで完了、あのアップロードが終わりました。 これちょっとね、長くなったけど、あのー、もう本当にパワーディレクターで、絵を持ってきて、音楽を持ってきて、ここ、動画のところでタイトル入れて、ボタンポチンって押すだけで、はい、上がりますんで、よかったらこれやってみてください。はい。いかがでしたでしょうかわかりやすかったかな まずね、このパワーディレクター編集っていうのがもう最初、あの、見て全然わからないわーって人はね、これもうじゅんぐり、これ分かりやすいようにこれ手順折って、これ何回も何回もあのやっていこうと思います。だから、あの、質問がある人は、あの、コメント欄に、本当に初めてで、ここはどうしたらいいかって時ね、そこは、あの、お答えしていこうと思います。はい、簡単にね、できるように。まあ、私ぐらいの歳でも、 こうできるようにはい、えー、今日の、えー、動画はね、ここのとこインストールしてまでもう動画上げるっていう流れでした。はい、どうもご視聴ありがとうございます。よかったらね、チャンネル登録と高評価の方お願いします。またね、噛み砕いてどんどん詳しくやっていきますので、よろしくお願いします。バイ